さあ、ということで、本日は、はい、坂田ベーカリーに来てもらいました。よろしくお願いします。坂田ベーカリー君が、びっくりした坂田ベーカリーにました。びっくりしたよ。本当、赤もみじの坂田ベーカリーです。まさか俺、今日、昨日まで坂田ベーカリーと会えると思った。小倉さんがね、俺は個人的に坂田ベーカリー呼んでもいいかなって小倉さんから来て、坂田ベーカリーが嬉しいね。来てくれるのっていうことですよ。いや僕よ呼ぶんやって思いましたね。なんか坂田ベーカリーなんかこのタイミングもう誰も知らないじゃん。覚えてないというか、直接会うのは、はい、だから赤もみじ時代に、そうですね、3年ぐらい前、コロナの時かな、3、4年コロナ前ぐらいに、スラッシュパイルのねミスター片山氏が、俺らのニューヨーク寄せみたいなライブを、あの下北でやってくれて、そこにゲストに来てくれて、そうですね、当時だから多分片山さんが面白いと思う若手をピックしてみたいな。そう、カナベストーンと、ね、あの解散しちゃったおもろかったじゃん、銀兵衛、銀兵衛、銀兵衛解散したけど、で赤もみじも来て、正直銀兵衛とか赤もみじは面識なくて、名前聞いてたけど、そこでめっちゃおもろくて、ネタとトークしてもらってさ、そうですね、で、そうから2年後くらい、だから1年になるよね、解散して、ね、解散して1年ぐらい、だって無関係配信とかじゃなかった、あれ、そう、めちゃくちゃ、ね、そうですね、コロナ禍だった、そう、ね、一連の全部聞いたよ、ラジオとあのドヤバラジオ、まあね、坂田ベーカリー無双ラジオ、いや無双というか、まあそうですね、あれも、まあ、お前も全部聞いてたよな、俺は全部もう YouTube も配信チケットも買って全部見て、で解散までの YouTube と配信チケット買って全部見たわ、はい、全部見た、あれも全部見た、あれもみん結構周り見せた、ね、芸人仲間、僕も、あれでさっとやめちゃったんで、だからみんな見たよとかの声聞いてないんですよ、あんまり芸人会ってないんだ、会ってないんですよ、今どういう状況なの、坂田ベーカリー、そうそう、今もう芸人辞めて、辞めて、辞めて普通坂田ベーカリー、そうです、普通呼んでるやん、辞めたそうです、そうです、あ、俺まだ所属してやってるのかと思って、いや、やってないです、やってないです、もう、あ、そうなんや、もうライブじゃあ坂田ベーカリーじゃないの、もう坂田敦史です、坂田敦史か、そうです、本名であ、そうやったね、ちょっと待って、そうだ、なじゃあ何者なの今坂田敦史、逆にごめん、よく来てくれ、ありがとね、そうなんですよ、え、ツイッターはやってんの、ツイッターはやってるんですけど、ほとんど動かしてないです、そこに DM 送ったんです、そう、なるほど、あ、そうだったんだ、じゃあ現状は何、どういう感じ、今は、アダルト配信サイトのプラットフォームがあってそこの運営をやってます、おい、マジか、そうです、丸の内ホテル、めっちゃおもろかった坂田敦史の現在、あの丸の内オールレイナさんっていう人が、裏垢女子の有名な人で、有名な人、なんか聞いたことあるな、そうです、その人が立ち上げたプラットフォームでこう一緒に運営やってる、それどういう流れでそうなったの、なんかもともと知り合いで、辞めたタイミングで、あ、じゃあなんか暇だったらっていうことで、どういう業務してんの、じゃあ坂田君、なんかもう運営なんで、基本全般やってるんですけど、もうサイトをこう作り替えたりとか、じゃあ結構家でカチャカチャパソコンやるけ、カチャカチャってこういろいろ話会議したり、あと大体基本的にはその配信者ライバーがいるんですけど、アダルト配信してる、の子たちの、なんていうんですかね、管理じゃないですけど、サポートをしてるっていう。ああ、マネージャーじゃないけど、そういう感じのことをしてんの。ああ、そうだった。じゃあ、エロチャットとか、すごい詳しいってこと？そうです、今もう一番詳しいと思います。俺、結構使ってるよ。えっ、ファンザライブ。ファンザライブか。多分あれですね、俺や、僕がそっちにしようかな、あ、こっちの方がめちゃくちゃいいですよ営業かけて、いや、本当にすごいんですよ、多分有名な、基本的にはファンザライブとかって、まあ、バレへん、坂田君に俺が誰で抜いたかとかバレへん、メールアドレスとかは分かるんですけど、バレるやんじゃんでも、まあ、名前とかは変えてくれたらバレないと思うんですけど、あ、ほんま、あ、だから有名な裏垢女子とかがよく配信してるんで、僕らのところでは、あ、じゃあ、あの人とチャットできるみたいなことなんや、そうです、あの、チェ、はい、あ、ごめんごめん、チェチリーライブっていうサイトで、へ、うん、それはだからもう、じゃあ会社員というか、なんか属してるの、会社っていうよりは、もう、そこのプラットフォームで、
がレイナさんとかの会社で、うん、まあ、僕はまた別で今ちょっとまだ作ってないんですけど会社を作って、あ、業務提携じゃないけどそういう感じで読み宅的な感じでやっていくって感じです。はあ、じゃあもう芸人は辞めたんだ。あ、全然辞めましたね。もうやらんねや。あの、やらないですね、直後にもうスパッと辞めたんだ。あ、辞めました。もうスパッと辞めました。あ、でも2月ぐらいにあの僕がパンを焼いて、うん、そのパンを食べながらトークライブするっていうのを最後にやって、そっからもう辞めましたね。パンはあのパン屋 やりたいみたいな感じじゃなかったっけ。パン屋は全然やりたくない。好きなだけか。あ、そう、本当に好きなだけ。好きなだけで。はあ、なるほど。現状はそういう感じなんや。そういう感じ。すごいな。じゃあしばらくはもう全然今の仕事を毎日こう、そうそうそう、こう忙しくやってて、ずっとやってる感じですね。でも面白そうだね、そういうちょっと変わった業。そうですね、この仕事自体はめちゃくちゃおもろいですね。どういうか未練みたいなのはもうないの、芸人って。ないっすね。もう赤もみじが解散するんだったらもうやめてばっていう感じだったよね。基本的に漫才が好きだったんで、うん、まあ、漫才、まあもういいかなって感じで。なるほどね、うん、だからそのあれはだ、童貞か、童貞っていうタイトルで、そうですね、はい。だ、俺何でしたか、なんかで多分坂田くんと、村田くんとあと何人かで喋っとるラジオみたいなのが最初やよね。最初多分スタンド FM っていうラジオがあって、うんうん、でママタルトとかおったんやかな、ね、羊ネイリと、あ、そう、羊ネイリや。あとマセキの今フランツっていうコンビがいるんですけど、うんうん、で、撮ったんですけど、うん、なんかちょうど、僕らがあの段階で活動休止になったんですよ。活動休止しようみたいな、うん、でだからラジオも一回全部出ないですみたいな感じになって、うん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 、でなんかスタンド FM の人とかがまあ急だったから、うん、まあ、公開収録最後にして、うん、なんか一旦終わろうかみたいな感じのラジオっていう感じでセッティングしてもらって、お客さんおったんか、公開収録だったわ。目の前にだからお客さん、そうだ、この距離ぐらいでいるんですよ。あ、そうなんや。めちゃくちゃ近い距離で座ってて、そうで、そこで結構こう、まあ、本音中の本音というか、そうっすね、あんまり芸人がこう人の前で言わんような内容の会話を、うん、そのギアになったんだけどもね、はん、そう、話すつもりはそんななかったんですよ、うん、まあ、放送中にグッと入ったんだよね。 なんかね、まあ、でも喧嘩とかブチ切れとかいうよりも思っとることほんまに言うたっていう感じのラジオが結構センセーショナルやって、そうですね、で、うん、やっぱ野次馬の俺らそれを聞きつけてあの一番ね、あれなんで聞きつけたの、いや話題になったよね多分ね、周りで。そう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 、で結構話題になって、で YouTube で要は最後に配信ライブするっていう形で、その解散するかせんかをこう引っ張ってやって、でそれを結構村田くんには内緒でやってたんやよね。そうですね、基本的には内緒でやってましたね。そうやね、だから村田くんは何のこっちゃ分からへんけど、うん、こうそのライブに向かって動き出して、うん、で最後のライブはもう2人が一切楽屋でも会わずにセンターマイクだけ立てて、はい、マイクの前で集合して本音で話し合って解散するかどうか決めるみたいな、いかついことやってたのよ。あれは本当に決めてなかったんで、会ってなかった、喋ってもなかった。いや、それめっちゃ分かったよ。その感じが。もうどんで会っとんやろなっていう。で、のもう時間も決めずに、フリーでアドリブ漫才みたいな。うん、そうでしたね。それがもう本当、伝説の漫才やったよ。いや、そんな。いや、あれはすごかったね。本当ラストみたいな、そういう漫才映画の。いや、まあ、いいように言えば。めちゃくちゃおもろかったし、いいように言えば単純にね、漫才としても。で、結局、解散するっていう形になって、うん、多分まあ村田くんが思うこといっぱいあるんやろなっていうのも、うんうんうん、まあ、坂田くんは思うこと結構バーって言ってたから、そうですね、まあ、村田くんからしたら多分嫌やったやろなっていう感じやよね、あの感じで勝手にやられるのがっていう、うん、本当に言ったらそういうドキュメンタリーを取り扱う上で、うん、バッドエンドってあんまないから、でも完全にバッドエンドやったから、あれはあの見てる人からしたら、そうですね、まあ、ファンからしたらな、うんうん、結果ね、それぞれどうなるかっていうのはこれからの話だけど、あの時点では多分めっちゃ悲しんだ人も多かったやろうなっていう終わり方やったやんか。そうですね、うん、一応出す前に村田さんに出してもいいかって確認は、うん、あ、その都度動画を見せとったんや、 YouTube 全部じゃあいいよってことだったんで、あ、まあ出させてもらったんですけど、あ、なるほどね。そうです、そうです、一応まあそこの段階でダメだったらまあいいかっていう感じで撮ったんですけど、まあいいよって言うなら出そうかなっていう。なるほどね。だからラジオの時点とか活動休止する時点では結構坂田くんが村田くんに対するモチベーションというかスタンスにちょっと不満が出てきてみたいな感じやったよね、うん、あのラジオの時は、うん、
そうですね、モチベーションっていうか、なんか、なんですかね、なんて言えばいいんですかね、なんか、それより結構前から、うん、あの段階で結構何回も解散の話があって、うん、で、引き止められてたんですよ、もうまあ、続き、じゃあ頑張るからっていうのがあって、うんうんうん、で、そうなんよね、まあ、じゃあ、本当に解散しようってなって、解散の話ついた後に、また、なんかあのストレッチーズの福島さんが、そうだ福島君の出てきた、あの笹塚の駅で解散の日に会ったんですよ。ああそうだそうだそうだ、そうなんですよ。でもう解散するってなったよね。だからでもマネージャーに電話してたんですよ、今から解散しますって、うん、で何日に行って、で明日解散のちょっと話がしたくて、ちょっとライブ前に話したいですっていう電話してる最中に福島さんが通って、ああ何してんのって言われて、超偶然だ、引き止められたんか、引き止められて、でそうですね、村田さんがそこでなんかもう一回やり直したい、もう一回やり直したいって言ってて、あそうこれラジオの前や、ラジオの前です、そうやね、で、うん、あそうかと思って、でまあ一旦活動休止になって、そこから1ヶ月ぐらい何もほぼなくて、うん、まあライブとかちょくちょくあったんですけど、うん、何もなくてあの日のラジオになって、うん、であれ なんか引き止められた割には何もないなっていう、ただただ解散してないだけやんけみたいな、そうそうそう、それでなんか良くなる行動もされてないしっていうので、うん、あの段階ではもうめちゃくちゃイライラしてたんですよ、うんうん、なるほどね、めちゃくちゃ怒ってて、うんうんうん、なんか人の人生なんやと思ってんねんって、それがバーって出たもんね、そうですそうです、だから別になんかモチベーションが低いとか、うん、別にまあ最低限そういう時もあるかって感じなんですけど、なんか、うん、この窮地ぐらいなんか頑張ってほしいなって気持ちがなんかあって言っちゃったって感じですね。ほんでどういう流れで YouTube になってくる？なんかそれでそっからまた多分僕がラジオで怒ったからまた連絡しづらくなったっぽくて、向こうが、はい、1ヶ月ぐらいまた何もなくて、でそっからラジオで本当にそっからライブもなかったんですけど、うん、本当何も連絡も一切取ってない状態で1ヶ月経って、うん、何これってなって、うんうん、もうムカつきすぎるなってなって、まあ、うん、今となってはおかしいんですけど、うん、もうムカつきすぎて取ってやろうって、まあ、そのもう、あーそういうことね、怒りっすね、もう本当に、なるほどね、何やねんこれみたいな、一回その感情になっちゃうともうそうなっちゃうもんね、もう自分で自分をもっとイライラさせてるんじゃないですか。じゃあ YouTube 取り出した時はもうただただムカついてたんだ。めっちゃムカついてましたね。でも最後の配信ライブの時は坂田くんちょっと戻りたそうになってたんやんか。そうっすね、うん、これは何撮る中で変わっていったの？いや結局そうっすね、撮ってるうちに、うん、まあ、ちゃんと先輩と喋ったりとかすると、うん、なんか待たないとそういう時はみたいな、あっていう意見があって、なんか待つって感覚がなくて、あなるほどね、早くなんかレスポンスくれよ、そうそうそう、なんか、あ、そっか、これ俺が悪いのかっていう、なるほど、待てないのが悪いんだっていう、その何も やってないやつが悪いんじゃなくて、やっぱ待っとかないといけなかったのに、なんか動いてる俺が悪いんだっていう感覚に取りながらなってってたって、村田君の良さを殺してまう可能性もあるし、うん、そうですね、そういうつつくっていうことは、うん、っていうのに取りながら気づいたから、要はYouTube あったからそれに気づけたけど、村田君からしたらこんなことされることによってどんどん冷めていった部分があるっていう悲しい話だから、本当に全部一通りまあ見させてもらって、そういう印象を勝手に感じた、なんかそんな感じですけど、結構その通りだと、まさに俺らだから悲しかったんと思う、みんな、そうね、そうですね、でももうこれはもうこれはしょうがないよね、でもまあそうですね、本当に仕方、そう、確かにしゃあないな、当時のパッションとさ、そうなんですよ、でも当時の僕を守るわけじゃないですけど、なんか、それはまあおなんか怒るし、まあ今自分で冷静に考えても、まあ、あれなんであんな怒ったのとは思わへんってことですね、そうですね、うん、まあ、怖すぎるかなって感じはしてたんですけど、うん、今となっては、まあ、あの時はやっぱね、いろいろその前段階から考えたら2年3年ぐらい、まあ、溜まっとる部分があったよね、溜まってて、で向こうが止めてきたのにっていうなんかあって、自分の中で正義があるみたいな感じになっちゃったのが、まあ良くない、自分疑わなかったなっていう、なんかいろんな可能性とかをっていう、まあね、でも YouTube がなかったら多分普通に解散してたもんね、そうですね、 YouTube があったから村田君が解散したくなったっていうことやから難しいね、まあでもどの道してた方が良かった
ったかなって感じ。今はもう、はい、もう無理やったやろうなって思いますね。なるほどね、はい、早かれというか、ね、僕が今芸人じゃなくその冷静になってるから分かってることで、多分芸人の中に入ってたらまだ怒ってると思いますし、戻ってても、 あんだけやって戻ったのにお前なんでやってねえんだよって多分言ってると思うんですよ。またすぐでもやめて引いたらまあそんな怒ることでもないって思うんですけど、多分中に入ってたら僕は多分まだ言ってると思います。なるほどね、はい、なるほどね、なるほど。これはでもどういうアドバイスをするの、そうなると。そういう芸人っておるやん、多分。そうですね、うん、まあ、ベタな形ではあるやん、相方が相方に対してそういう感情になって、うん、ずっと積もり積もって爆発してまうって、うん、待った方がいいのか、そういうやつは。いや、でも待つしかないっすね、その、まあ、そうっすね、もう誰か、まあ、僕らとか特にそんなに先輩といっぱいつるんでたりとか、うん、そんななかったんですよね。多分吉本とかだったら、お前待てって言う、うん、止められてた。確かに、こうなってる間に冷静になるみたいな、腕組まれてる間にみたいな。そうやな。なんかもう僕さっと行っちゃったんで、先輩とかと付き合った方がいいですよ、もっとちゃんと。なるほど。まあ人はもう関わる人、これは素晴らしいかも。関わる人をもうできるだけ増やした方が、薄くても増やした方が。確かに話聞いてくれる人が周りにめっちゃおったわ。そう考えたら俺らも止められなかったんで。ああ、なるほどね、うん、そうか。なるほどな。でもまあ本当に今の時代って言われるおかしいけど、やっぱ多いじゃん、はい、やっぱ解散も。そうですね、赤星に限らずさ、うん、でやっぱ次のステップ行ってる人いっぱいいるから、本当、うん、いい悪いとかないよね。もう結果論っていうか、まあそうっすね、うん、だから本当にそうよな。でも村田君も今さ、ね、やってるじゃん、うん、あ、そうですね、さ、まあね、はい、まあ、村田がほっといても頑張るっていうか、うん、なんか自分のやり方でやるやろうけど、勝山とね。そっか、でもその赤もみじ大好きやった人からしたらさ、なんつうの、坂田君いらんことすんなよみたいな意見もあったの。そうっすね、あれ、いや全然ありました。めちゃくちゃなんか叩かれたというか、ああ余計なことしたせいで、あなたのせいでっていう意見もそれは出るわ。そうですね、基本的にもうあれ全部僕がやったんで、ね、うん、僕のせいなんで、まあ全然しゃあないんですけど、うん、うん、まあでもあれはやっぱそうっすね、まあ出したのは言われてたんですけど、なんか男のなんか羊ねりさんから男のリベンジポルノだみたいな言われてたんですけど、今考えたら確かにそうだな、出したのは悪いですけど、まあでももうしゃあなかった、精神的にね、僕の方もやばかったんで。ああ、よかったわ。むちゃくちゃ後悔して、なんであんなことしてもらったんやって言ったらどうしようと思ったから。ああ、そうっすね。ああ、まだそっちの方がよかった。してたとしても、まあ解散はしてたやろうしなって思うと。なるほど。まあまあまあ、今はじゃあどういう気持ちな、村田君に対して。もうめっちゃ売れたりしても全然。あ、全然全然いい。何やったら売れてほしいぐらいの感じ。僕は僕で頑張るんでっていう感じですね。そう思えるんやったらいいね。すごいね、はい、それはすごいね。あの YouTube を、はい、やるときに、はい、すごく若いスタッフにお願いしてた。ああ、はいはい。結構なことだと思うんですけど、ああいう、うんうん、それはなんで若い人。全然結構なことと思ってなかったっすね。ああ、もう解散が短すぎて、もうその何回もあったんで、まあ、すりゃいいやろみたいなぐらいの気持ちで撮ってたんで、あ、っていうのは、まあ、本当に、ね、作家さんめっちゃよくしてくれてて、うん、それこそ、ずっと無料で赤文字の YouTube やってもらってたんで。ああ、そうなんや。なんで、まあ、お願いしたって感じですね。なるほど。まあ、基本的には僕が全部こうしたいとか言ってやってたんで、まあ、基本的には編集してもらったぐらいの感じなんですけどね。なるほどな。そうか、村田君とはその後はそんなもう連絡も。確かに取って、一回も取ってないっすね。あ、一回も取らないっすね。そうっすね。あってもない、もちろん。あってもないっすね。あ、そっか、そっか。そうっすね。ちょっと僕の方もめっちゃ忙しくなっちゃって。まあね。そうなんですよ。なかなか会う機会が。芸人とももうじゃああんま会ってない。そうっす。ちょくちょく友達とかに会うんすけど、うん、そんな頻繁には全然会ってないっすね。はぁ。もう今はもう、でもその、だから、解散して結構すぐ今の仕事決まった。そうですね、12月ぐらいに解散、11月ぐらいに解散して、でなんか最初マジで何もやることなかったんで、うん、どうしようと思って、なんか Uber Eats で100万稼いだみたいな、なんか
記事みたいな見て、でウーバーイーツ稼げるんやと思ってでウーバーイーツのリュック買ってチャリでだいぶ遅いけどな、ウーバー 4、5件ぐらい結構やってるやつ多い。そうなんですよ、ベタ中のベタやつ、で頭あんま良くないんで僕働いて何件かやってる時にちょっとこういうプラットフォームがあって人足りて、割とすぐそういうお声がかかったんで、すぐかかって、そういう芸人までやろうとかサッカーやろうとかそっちはもう一切なかった、ないっすね。はあ、漫才がしたかったんで。ああ、そっか、はい、もうじゃあもう完全にもういっかって感じで、何回ももう解散しようって思ってるから、うん、こう、なんていうの、辞めるシミュレーションはちょっとあったんや。そうっすね、辞めた後のことはあんま考えてなかったですけど、うん、まあ、辞めたら芸人辞めようかなぐらい。ああ、解散したらもう芸人はやらんやろうな、そう思いながら何回も解散話してたんや。そうそうそう、はあ、本気で何回もなんか、な、珍しいパターンかもな、なんかしがみついてないね、全然芸人に。そうですね、もうだから頭おかしく、僕もおかしくなりそうだったんで、解散させてくれって言ったら、いやもう直すからって言われて、直すんやったらっていうことで何回も戻ってたんですけど、あ、そうかっつって、また直ってないやんって怒って、ごめんってなって、そっからもうずっと悪循環というか。なるほどね。あのライブ自体はさ、配信終わった後はどういう感じやった？あ、でもなんか普通にお疲れっすみたいな感じで、普通のライブの配信が終わったみたいな感じで、終わったぐらいでプロスのまま帰ってきました。打ち上げとかもちろんせずですね、ないし、うん、まあ、僕はあ、やっと終わったって感じで。あ、そうなんや。でももしかしたら戻るかもとは思ってたんじゃない？でもどう、いや僕の気持ちはとりあえず伝えようと思ってたんですけど、うん、あの段階ではもう多分戻ることはないだろうなって覚悟で出てたんで。はあ、なるほど。なんかその予感というか、なんとなくまあまあ、まあ分かってる、ある程度は結構長いこと組んでたんで、雰囲気とか感じ、うん、まあでも僕がその感じ出してもなっていう。なるほどなるほど、あるんで、どうせお前解散する気やろうは違うもんね。全然違うなと思って、まあ自分の気持ちは伝えようっていう。なるほど、そんな感じでした、ね、すごいね。そっか、そうなんだ。なんで1年越しにこの話聞こえてるんですか？僕思い出しながら、そのあれどうやったっけみたいな。ハイエナ中のハイエナ、わっけわからんタイミングで今 聞きまくってるけど、さ、エロチャットの話しかし、エロチャットめちゃくちゃできますよ。確かに、せっかくそんなさ、さすがにちょっとなんかプラスがあった方がいいからさ、はい、なんか宣伝じゃないけどさ、あ、そうですね、確かに坂田君がここに出たメリットがなさすぎるから、この話だけ聞いて帰ってもらうのは。思いっきり切り替わるけど、エロチャットってどういうものなの？あんま分かってない。今流行ってるじゃん、なんか今すごいっすよ。それこそファンザライブが多分最大手なんですけど、はい、まあ、今僕らチリーライブはファンザライブを超えようっていうもう掲げて、生意気な俺がお世話になってるファンズチャットを超える。いや、もうめちゃくちゃいい機能が、すごいからね、ファンズポイントとか。だからファンズライブは結構セクシー女優さんとかやってる感じでしょ。そうそうそう、とか、まあ素人の人が基本多くて、もう参加できるんだ。はい、多くて。セクシー女優さんなんかほぼ見ないよ俺は。うん、その人妻、基本はね、人妻コーナー行ってるんですか？ガチ人妻、安いから、めちゃくちゃ珍しい。人妻の方が安いから。たまにでもあれらしいですよ、なんか人妻コーナーで若い女の子が登録して無双するっていうのがあるらしいんで、うん、あります。もしかして無双だから縦横無尽に人妻行ったり普通の子行ったりするやつも、いや、すごい、今日は人妻におるみたいなこともある。あ、そうなんですね。じゃあ分かってないの俺なりの。すごいよ、すごい。あ、そうです、すごい。で、それはなんかちょっと顔を出さないでライブで、それは人それぞれ、出す人もおるし出さない人もおる。マスクの人もいればこの人もいるし。え、マジで丸出しもおるよ。素人さんで丸出しもいるの？おるよ。で、何をするわけ基本的に？たまにサイレンの音が聞こえるときある。もう自分のお家でやってる。そう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 。で、どこまでやるのそれは？基本的には、自分でやる。でも見せません、局部を。局部は見せただけ。それ局部はアウトよね。アウトです。で、生放送なんでそこめちゃくちゃ厳しいです。自動で落ちる、ちょっとでも見えたら。さすがにその誰か男呼んでとか。それは FC2 なんでわからんの？それは FC2 はオフィシャルで、あれはグレーな。ちょっと難しいんですけど、うん、うちも呼べるんですよ一応。呼べるって何？はい、男の人を絡むってこと？絡むんですけど、あれって結局その、成功
行為になったら映像として映しちゃいけないんですよ、うん、ライブだと、ライブだと、うん、だからも AV もそうじゃないですか、うん、エッチしてない手じゃないですか、うん、モザイクがあるから、うん、だから生配信だとそれモザイクかけれないんで難しいんで、うん、あんま男の人が手だけとか、あーなるほど、で出演はできるって感じなんですけど、うちらは一番安心安全ですね、その点で言うと。 FC2 ちょっと分かんないですね。それは男の人はチェリーあの会社から派遣するんだ。いや違います、自分たちで見つけてきます。すごいね、一番生々しいかもしれないです、ね、そんであなたたちのさ所属してるとこは裏垢女子が多いって言ったよね。裏垢女子が多いっす。その裏垢女子は何、はい、自分たちのなんかあるじゃん、最近裏垢男子も女子もいるじゃん、はい、SNS でそれがみんな登録してそこに見てきてくれればより儲かるってことよね。そうです、そうです。だから裏側女子でもファンついてるから。だから X が広告で、うん、そうそうそう、いかに登録するってことですね。CD 買ってくださいみたいなこと言う。そうだよね。今 Twitter しかアダルトの広告的なこう誘導できないんですよ。インスタも TikTok も。あ、そうなんや。URL 貼るだけでバンになっちゃうんで。はあ。なので、まあ、今みんな Twitter にこう集客して Twitter から連れていくとか。それは基本全員裏側女子のあなたたちとか。いや、もう全然普通の素人になります。それはもう何、オンラインで登録とかもう全部オンラインでやるの？僕らはもう基本的にはもう あったりとか面接して、うん、え、じゃあその何て言うか、チェリーチェリーライブです。チェリーライブで私チャットしたいんですっつったら坂田君が面接したりする。できます、できます。僕は基本的にしたい。でも坂田面接してんの？坂田の子とかってどうすんの？あ、でズームでやったりします。あー、なるほど。もう本当に何、どういう人が多いの？普通の一般の子だと学生さんとか。学生もいるんですけど、まあ、普通にこのチャットだけっていう子もいるし、普通に OL とかなんかフリーターとか働いてます。すごい面接やんそれ。そうです。え、本当に人妻とかもいる？人妻とかもいます。対面で面接する時もあるの？あります、あります。それどこでするの？喫茶店とかするの？そうです。で、うん、何を聞くの？志望動機とか聞くの？そうですね、な、志望動機とかまでは聞かないんですけど、それを5あ、志望、そうそうそう、まあ、そうです。どこまで、あの、まずどこまでできますかみたいな。あ、顔出せますかとか。顔出せますかとか、マスクでやりますかとか、うん、落とす時もあるの？落とすはあんまないですけど、基本まあやり取りしてる。だっておばあちゃんみたいな人とかもおるもん。でもあんま来たことないですよ、僕らのところには。ファンズはたまに。そうですよね。何人くらいやってる人がいるの？多分今の稼働してるので多分100人ぐらいは。それ辞めるときはフェードアウト、もうログインせんくなって全然こんなっつったらもう辞めたみたいなことって感じですね。はあ。僕らのところは配信だけじゃなくて、うん、配信したこう配信がアーカイブとして残るんですよ。だからこうファンの子とかこういろんな子をまずアーカイブで見て、で可愛いなって思ったりとか。アーカイブ見るのはさすが有料ですよね。有料です、有料です。ただ、あのサンプル動画って言ってちょっと無料で見れたりもします。はあ。それは基本的にはそういうサービスのみやってるんだ。あのチェリーチェリーライブ、ライブはもうライブだけ、はい、そういうライブだけをやってる。そうです、ライブとか、あとパンツとか売れたりしますね、自分が履いた。パンツ売ってんだ。あとそれは何割か。ホロイだ。そうです、ポイントでやってるんで基本的には。え、ちょっと割合はあれなんですけど。そのすごい人はどんぐらい稼いでん？いや、でももうすごい人だと、うん、最大でだレイナさんが多分一番稼いでて。だって聞いたことあるもん、 YouTube なんか俺も字面で見たことある気する。そのなんで知ってんだよ、まずなんで繋がってたの。確かにそれはあれなんですよ。なんだ、でもめちゃくちゃ怪しくない理由で、まあ、言っていいのかちょっと分かんないですけど、うん、いや、で、僕と一応 P にしときますか。あ、そうですね。お世話になってて。ああ、そういうことね。バイトみたいなのもらってて。なるほど、なるほど。はあ、すごい。で、稼げる人はもう3桁ぐらい稼ぐ。だから多分レイナさんとかだと、まあ自分のプラットフォームなんでもちろんあれなんですけど、多分年間で億とか。まあレイナさんだって別格や。まあまあ、もう、うん、もうだからもう作った人だけど。そうですね、まあ、普通に一番上の人だと手取りで、そうですね、3、400とかは全然いく。基本自分地スタジオ、自分地もあるんですけど、まあそういうレンタルルームみたいなところの人もレンタルルームはダメなんですよね。ああ、そうカメラついてたりするんで、まあホテルとかでやったりとか。あとはファンズだとそういう部屋があるっぽいんや。そうそうそう、だから一般人がいいってことよね、見る側も。こいつみたいな、そうですね、一般人好きが、無類の一般人好きが、もうこいつ一般人じゃないと無理だね。何週間も素人ものみたいな。うん、あ、でもじゃあ極度な素人好きだから。あ、じゃあチェリーライブいいかもしれない、ね、だからもう基本的に素人の方だけなんだ。
そうですね、もともとグラビアやってた子とか。おるそれそううあんま微妙っすか。いや、いいよ。でそれやってんの、はい、飲み会に呼ぶときは怖いみたいな。でもさ、なんかトラブルもあるのやっぱああいうのって。ああ、そうっすね、トラブル。あれたまになんか俺プロフィールとか見てさ、はい、以前怖い思いしたことがあるのでツーショットではなんとか NG ですとか、顔出し NG ですとか言うときは、ね、なんなん怖い思いしたことがあるって。怖いかどうか、でもあれじゃないですか、チンチン出されたりとかじゃないですか、急に。でもバーン落ちるやろ。落ちますね。でもあとは何だろう。あとはまあ暴言とかか、そういう嫌なこと言ったりとか、あとなんか特定しようとしたりとか、会おうとしたりとか。そうですね、ストーカーになったりみたいなのはあるんですけど、僕らのとこは今のとこなんかそんなややこしくはない。なんか本当に自分のサイトだからってわけじゃないんですけど、めちゃくちゃ治安良くて、ユーザーの質もめちゃくちゃいいんですよ。そっか。だから女の子めちゃくちゃこう、ファンザとかだと早く抜けよとか暴言結構吐かれたりする。吐いてます。俺は絶対吐かない。むちゃくちゃ紳士。そういう人が一切いないんですよね。だからもう俺エロチャットで暴言吐くやつ許さへんから。いや、出そう。いいユーザーみたいな。僕らからしたら嬉しいですけどね。吉木さんみたいなユーザーがいっぱいになってくれたら。ああ、そうやな。え、結構お金使います？使う。俺はでもそんな月に1万2万とか使わんけど、まあちょこちょこ使う。うん。なんか僕らのところだと、全然見たことないんだよ。あれですよ、特定投げ銭がすごい良くて。投げ銭があんまりないんですよ、他のアダルトチャットって。投げ銭はすごいね。でチェリーライブあるんですけど、投げ銭の使い方も自分らで、投げ銭だってみんな同時に見てるわけでしょ。そうです、そうです。え、ツーショットないの？ツーショット今なくしちゃったんですよ。あ、じゃあ行かない。ダメだ。いやでも無理のツーショット好きだ。ツーショットでやる。ツーショットのシステム分かる。俺ツーショットじゃなくていいやん。システムだけど無理みたい。邪魔やから他のやつって。女の子、まあ、ファンザだとね、ファンザだといいよ。結構やらさせてもらいます。僕はチェリーライブダメ。チェリーライブダメ。いやでも一応見るけどね。一応見るよ。投げ銭でオリジナルの投げ銭作れるんですよ、自分で。はあ、女の子が、女の子が自分で投げ銭作って、うん、名前とポイントも自分で決めるんですよ。だから本当ファンになるんだな。そうです。だからエロチャットとライバーの間だね、それは。推し活みたいな感じで、うん、ただ女の子自分で作れるんで投げ銭を、うんうんうん、別アングル動画とかを作ったりするんですよ。じゃあ配信だとここまでしか見えてないんですよ。おでもこっちに携帯でカメラ置いといて、で別アングルで、まあモザイクはもちろんかけるんですけど、別アングルで撮って。それは投げ銭関係あるの？投げ銭で例えば5000ポイント投げてくれたら、別アングルも送りますみたいな。あ、送ってくれるんだ。ツイッターとか使って送りますとか、なあのチェリーライブ内の、まあ、今見れるわけじゃないんだ。そうです。だってみんな見てるもんね。その後に送りますって感じです。じゃあいいじゃない、送ってもらえる。絡みたいから。あ、生で。そう。じゃあダメ。でもよくあるのが、こいつはもうライブじゃないですか、オフじゃん。無類のね。無類のライブ。その、ありがとうな、俺が言いたいチャットくれて。まあチャットの良さですからね。そう。チャットの良さなんですけどね。だからそれはテコ入れっていうか、こいつは本当はアドバイザーだよ、ある意味。いやでもちょっといやでもそれは特徴や。多分ワンズとの差別化を図らなあかんから。そうなん、投げ銭特化してる。多分ワンズはそこまで、レイナさんに一応こっちの意見もさ、いや、まあ、そこまでファンザはファンザで多分分母がすごい多いから。そうですよ。でもこっちはそっちの稼ぎ方、投げ銭で深く狭くじゃないけど、女の子が1時間とか2時間でサクッとやって終わる。だから可愛い子ももしかしたら多いんかもしれない、こっちの方がファンになるような。で結局一番上が裏垢女子なんで、うんうん、その女の子が稼ぎやすかったりとか、あとファンが喜びやすいみたいなのを、そうだね、求めた結果のライブ配信。裏垢女子って本当にセックスしてんの？男募集して、これでも今日今から行けますみたいな、あれ本当にやってるの？マジでやってる人いっぱいいますよ。マジ で、 で僕も裏垢女子っていないと思ってたんですよ。そんな、ね、全部そのお金に換えるために幻想やと思うよな。とか結構ね、本当に好きでやってる人結構います。あとさ、裏垢かわいいっす。裏垢男子もおるやんか。で、あの意味不明なさ、セックスしまくってさ、なぜか YouTube じゃない、ツイッターに開けまくっとるやんか。はいはい、なんでこいつはツイッター上でまだ生きてられるのみたいな。どうやらマジでその裏垢男子とエッチしたくて DM 送って会う女の子が多分結構おるんやろな。結構いますね。全然来んのやけど。じゃあお前裏側はどうて言うの？なんで裏同士やるの？こっちこんな跳ねえ。裏やからやろ。そうですそうです。お前とやったらリスクでかいやん、言ったら。
俺は何も言わんや、まあ、俺のリスクはでかい確かに。なんでお前に来んの。でもやっぱああいうこう裏垢女子界隈みたいなのであの人とやったんだみたいなステータスとかもあるんじゃないですかね。ああ。だから世界なの。そうですね。すげえなー。そうか。手出してないさすがに。手出してないです。まあな。それはもう。でも結構配信見てたりとか、まあ、会うことももちろんあるんですけど、うん、結構忙しいんで、うん、そのなんていうんですかね、しこってる暇がないっていうか、その結構もうあーってなって、あーこっちやってみたいな、管理がそうですそうです、同時に何人も見たりとかして、その間に電話しながら次の配信の打ち合わせしたりとかやってるんで、もうでたまにまあ見て、あーいいエロいアングルやってるなみたいな、後で褒めとこうみたいなとか、あーでこうそれをまとめたりとかガーってやってるんで、力垂れてる、あー忙しいな。じゃあ忙しいす、ね、それは事務所でやってんだ基本。事務所もあれば家でも在宅で全然できちゃうもん、はい、パソコンあれば。そうそうそう、結構しっかりお給料いただいてんの。協力いただいてますね。それどういう制度でやったの。歩合というか、頑張れば頑張るほどっていう感じ。そうですね、頑張れば頑張るほどな感じですね。あーじゃあいいね。そうですね。じゃあ坂田くん当面の目標としてはもうあのチェリーライブを大きくしていきたい。大きくしていきたい。どんどん大きくしていきたい。チェリーライブにいろんな子をもっといっぱい可愛い子入ってきてもらってとにかくファンズを超えたい。で、レイナさんがやっぱツイートしてたんですけど、アダルト業界を変えるって言ってたんで、それについていこうかなって。どういう風に変えるの。だからやっぱ今ってライブ配信アダルトとかってなかなかこうなんていうんですかね、あんまり女の子自身もそうですけど、こう稼げるイメージそんなないというか。なるほど。プラスなんかイメージそんな、うん、チャットレディーぐらいで止まってるって。だからセクシー女優さんがどんどんなりたい女の子増えたように、ちょっとライバーのエロいライバーも憧れの職業にしたいなっていけばいいなっていう。そのさ、ごめん、レイナさん俺あんま分かってないけど、もともと何からどういう感じになってた人。ずっとエロい活動してる人です。もともとは何者なの。もともと OL っしょ。裏垢女子ってこと。オイルはやってないんですよ。あそれ言っていい。言って自分で言ってるんですけど。じゃあそういう肩書きの謎のアカウントやったの。ただツイッター上に存在した。基本的に毎日パンツをあげるっていうのが。っていうのを SNS で投稿するただの人やったの最初は。そうです。そこから自分でアダルトコンテンツを作って売って自分でサイト作ってそこで売ってたんですよ。すごっ。はあ。今でいうファンティアとかあるじゃないですか。なんか聞くよファンティアも。その今日聞いたな。何だって言いました。ほら、地下物流の。ああ、そうだ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 、なんかバンティアとかそういうなんていうんですかね、みんながアダルトコンテンツを自分で撮って自分で売るみたいな場所の結構先駆けみたいな感じのことやってて、はあ、昔それやったんだ。昔っても、じゃあヒカキンだそっちの業界。そうだね。その AV しかなかったじゃないですか。でもヒカキンがさらに YouTube とはまた違うプラットフォームを作ったみたいなことやな。感じです。だからすごいね、実業家としてどんどん。そうです、めちゃくちゃすごいですね。エロで、しかもエロで。はあ、それ憧れやな。そう、ね、裏垢女子からしたらめちゃくちゃ尊敬されてますね。はあ、すげえな。エロチャットの分量の方が多かったよかったんじゃん。でもこれは確かに、いろんな話聞いたら2種類のとんでもない濃い話を。もうとにかく今まだチェリーライブです。ライブくらい覚えてくださいよ。チェリーは覚えてる。いやでも覚えたと思う。見てる人はもう今何人か途中でやめて行ってると思う。チェリーライブに絶対これ見てくれた人。俺も見るもん。よかった。これで、出てくれた意味があるわ。坂田君出てくる、多分ちょっとプラスになったと思う。それこそあれなんですよ、今後その渋谷とかでノーブラでティッシュ配りしようとか、うん、あそういういろいろこうアダルトの活動を裏の人たちがもらいくんで、ティッシュもらいくわ、 YouTube 回して。あ、全然もらいに来てください。多分みんな全員ノーブラでチクポチしてるんで。おめちゃくちゃいい。でも坂田君そもそもそんなエロ業界で働きたいとかは全然思ってなかった。全然思ってなかったっす。普通の性欲そうやもん。でエロなんか全然 AV もそこまで買ったことないですし。はあ、職業としてじゃあそれやったら面白いなっていう感じだ。一からこう勉強してアダルトってどんなんだろうあと勉強して、あ、こんなんが今流行った、まあ、ファンティアとかあるんだみたいな。多分努力とかはそんなできるタイプやから。そうですね。こうグーッとはなれるから向いてたんやろうな。そうですね。ほんでレイナさんからしてもめちゃくちゃいい側近やと思うわ。多分裏切ったりもないし素直に頑張るし、うん、真面目やから。この前
かツイッターでなんか募集してたと思う。あ、そうですね、今では僕と、うん、そのまあ、一緒に働きたい人を探してて、うん、ライバーとしてって。いや、ライバーじゃないです。あの、あ、まあ、従業員も、まあ、来ても全然大丈夫なんですけど。ライバーでもある程度来るんやもん。人手がちょっと募集中なんで。そうです、僕らの人手が足りてなくて、スタッフの僕と一緒にエロ業界変えないかっていう人。いや、でも多分すごい1年とかですごい光景見れると思うんで、あ、よかったら。でもできれば そこまでムラムラだけで来とるやつじゃない方がいいね。最悪っすね、それは。だからほんとさ、第二の坂田君みたいなやついっぱいおるからさ、若手芸人たち。確かにな。なんかネタ書いて頑張っとるけど相方が不真面目でストレス溜まってやめそうなやつとかバンバンスカウトしていったらいいんじゃない。とんでもない会社になるぞ多分。いや、でも確かに、その辺のやつより努力するし、最新の企画とかやっぱ考えたりするんで、あ、ネタ書く方がいいかもしれない。あ、なるほどね。すげえ、おもろ、すごいわ。これは知っとんの、村田君は。今坂田君がこういうことやっとるっていうの。で、言ってはあってもないで、連絡してもないんで、知らないんじゃないですか。なるほどね。なるほど、わかりました。ツイッターの DM とかで、はい、送ってくれたら、話聞かせてもらうんで。じゃあ次ちょっとライバーの子3人ぐらい紹介しまって、30分トークさせてもらう形で。マジで、ま、全然いいですよ。マジで全然いいです。裏垢女子連れてきます。じゃあ裏垢女子3、なんか7人ぐらい集めてサンマ御殿みたいなことやる。あ、全然いいっすよ。裏垢御殿いい。あ、全然いいっすよ。全員ノーブラとかでも全然大丈夫。ああ、頼む、はい、全然いいっすよ。エロすぎるって。またうちのスタッフから DM 送る来るかもしれない。カラサギみたいな。カラサギやってもらったら全然いいっすね、うん、キモい客あるあるとか出して。いや、最悪それ。やっててよかったかと。これ誰やとか言う。いや、めちゃくちゃあると思うんでね。ああ、そう。いや、全然やってください。その、いや、でもなんかすごい、まあ、充実が、まあ、頑張れんかったことが一番のストレスやったやろから多分。赤毛ミージの時は社会人向いてるなと思います。なるほどね。楽しいですね。ああ、よかった。いや、すごい、ありがとうね。ありがとうございます。わざわざ今日来てくれて。あ、いいお話を。そういうことで、チェリーライブですね。チェリーライブの坂田敦史さんでした。ありがとうございました。ありがとう。